お前らか、足場班行きたくねえって取るやつは、そういや。聞いたぞ。仕事も出てねえのに金欲しいって言ったんだろ、お前ら。たわけだ、ほんと。お疲れ様です。お疲れ様です。お前コメント欄見てニコニコしとっただろ。社長めちゃくちゃいじられてるね。顔色めちゃくちゃいいやん。いいっす。しかももらう権利があるでしょ。会社が休みにしそうなので、金もらうと困るよ。治療できたんだから、足場なんかやらなくていいだろうって。もう言ったんだろ。またちょっといいだろ、しない。またやらなくていいんだよ。落ちちゃいちゃう。いや、ダメです、ダメ。これ動画使っていいよ。また炎上しやよ、なんか。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょうど休憩に。お疲れ様です。お疲れ様です。お前の給料から引けるじゃん。それでもいいです。いいって言うなら引くぞ。はい、引いてください。だからこれからしっかりやりますでいいんじゃねえんか、お前。じゃそれを伏ててお前、いや、じゃあ引いてくださいよ、何してくださいよって。やってるつもりがないんで申し訳ない。こんな風に死んだろうって。だいぶ炎上しちゃった。お前コメント欄見てニコニコしとっただろ。社長めちゃくちゃいじられてるやんって。お前ら、あいこだ。言っとくけど、俺が悪く映るようにちゃんと編集しろって言ったよな。はい、聞いてます。いや、これダメだ。オッケー。なんで珍しいな、なんでこんなに水入ってる。ここしかない。顔めちゃ、顔色めちゃくちゃいいやん。いいっす、めっちゃいいっす。あの動画の次の日に出そうか。全然違うやん。うん、しんどったもんな。まあ、何、いざにしても出たもんな。はい、僕が聞いとったもん。ね、シャンちゃん、もう家におったら飲んじゃうんで、頑張れてる。はい。あ、本当。で、一緒だったもん、なんかって、あいつが。ああ、もう絶対一緒に。運転もできるし。お前、奥さんか。減りましたか、お酒。3本。1日。すごい。でも、健康状態顔色が全然違うっすもん、ほんまに。目が白いです。目が白い、眼球が。前まで黄色くなってる。白い、うん、白い。目白くて普通ですけど。白い方か。白目の方が白くなる。ああ、そういう意味だ。いつも黄色い。あ、黄色いな。あ、そうだな。だいぶ白くなってきた。あの、あれ、オイスター飲む？オイスター。なんだろう、なんか指差してるの。すごい、すごい、すごい。うん、そういうとこだろ。ダメは何いいのか。いや、怖い。奥さん怖いかどうか。サンマ怖いです。2つ、はい、3回リピートしろ。サンマ怖いです。サンマ怖いです。サンマ怖いです。わかりました。奥さんも働いてたんですよ、はい、社内恋愛の末に。さらにやめてからやめてからだよな。子供の2人だろ。2人。お前に俺だよ。子供よりちゃんと主義を出してる。はい、主義を出してる。子供生まれて1回ももらってない。一人でないのか。大丈夫だよ。あ、マジでやるわじゃあ。そう、会社のルールにあるで、大体どういうふうに出して手渡ししますか、議論されますかって言われる。大体絶対手渡し。家庭訪問行ってちょっと、ちょっとめちゃくちゃ怖いから俺より上だから。あ、感想制度で言ったら俺より全然上だからな。あ、失礼しました。俺出遅れだったもん。今思い出話どうですか、行って。思い出話思い出なんかねえじゃん。ここ使っていいですか。ただ怖いだけだ。ここ使っていいですか。で、なんかよかった。飯とか用意してた。初めての新卒さんやん、大卒の。はい、めちゃくちゃ買い取ったもん。もう年代ぐらい買われた。お前ら飯行くぞ、お前って。週3とかやったんじゃない？忙しい時。一番。最初の頃はそうです。そう。お前ら飯行くぞ。もう気づいたら飯連れると思う。びっくりした。何ボルト使ってる？お前らか、足場班行きたくねえって言ってるやつは、そういや。聞いたぞ。仕事も出てねえのに金欲しいって言ったんだろ、お前ら。たわけだ、ほんと。13人。まあ、おい、シール班2人だろ。今2人っすね。もうシール班ごちゃごちゃ言ってるらしい。まあ、教育しとけよ。仕事で出ずに金くれって言ってるらしい。初めて聞いたんです。言ったんだろ。思い出した。おい。しかも、もらう権利があるでしょ。会社が
休みにしそうなもんで、金村なんて困るぐらい。バカ。初めて。これ動画使っていいよ。また炎上しないよ。なんか。じゃあだけど、これ、法律で、これ、まあ、経営者も見とるもんね。アドバイスすると、シーリング班で来ようが、塗装で来ようが、足場で来ようが、副事業とってあるじゃん。はい。で、実際にこいつらも、シーリング行っても塗装しなかった。ちょっとした足場組み直したからじゃん。だから、6割は、例えば塗装とかシーリング、足場だけど、はい、塗装とかも、やらなかった。実際に訓練の中に入ってある。実習生って、実習で練習で訓練をしてる。はい。だから足場に、お前は雨の日で行かないのかな。それで行きたくないの？いや、行きたくないのはいいよ、俺も。で、お前らが稼げんとかね、足場行ってこい。で、足場班もかわいそうじゃん。雨の中、みんな、お前らと同じだよな。雨の中やっとるで、日本語わかる？ちょっと伝わってない。早口だとわからんか。伝わってない。ちょっとお前、通訳しちゃってくれ。はい。通訳できるの？本番ぐらいだったらしちゃって。シーサーやな、君。みんなで、俺は別に、足場班もかわいそうじゃん。雨の日に。だからちょっとでもこいつらが手伝いに行けばあいつらも楽だし、ちょっとだからできんでいいんで、足場はもうお前らにさ、じゃあお前だろう、お前そんなもんできんのかーって言う。あれ大丈夫、じゃあ行けばいいじゃん、私大丈夫って。俺は知らんけど、だからせっかくお前が言うから行くなって言うの、はい、お前が行くなって言うの、足場に行くなって言うの、なんだろう、わがまま行けじゃん。だって最近雨も何もなかったよね。そうですね、足場にずっと上も行っとったし、はい、足場、いや違うとこです、シリア、雨も足場、まあ話でっかくなって伝わってきたんですか。じゃあそう言ってない、言ってない、仕事を休みでも金をもらわなかった、言ったんか。勉強しろ、俺法律で武装しろよ。勝てんぞ。いや、まあいいんだけど、まあそれは一つの意見として、いや本当に仕事を用意できんかったら払わなかったけど、仕事は用意しろよ、ね、雨の日は足場に行ったら来い、で足場行ってもわーわー言われんだろ、バラの女は三本ずつ運べとか言われる、けど仕事がないは私応援に行きます、行っとるよ、はい、あ行ってんの、足場行ってんの、再び行こうね、真剣なの、雨は、応援に行きます。どこのシールの、はい、そうですね、シールの管理もある。雨の日は来ていいってことなんですか、雨の時は行っていってます。だ足場じゃないじゃん。そうです。じゃあそれがなくなったらどうするの、MC です。え MC。じゃあそれが、今はあるでいいんだけど、はい、なくなったらどうしますか、なくなったら足場行かない、ネオが通ってやつ。またちょっといいだよ、いや、ダメです、ダメです、いやいや、それはいいんだけど、うん、それがなくなったらどうするの、その支流がある時はいいや、それも当たり前じゃないの、これ山口が断念してくれるのみんなが嫌なのか知らんけど、ちょっとあるでいいよ仕事があって、そんな言い方したらイラッとします、あります。ありがたいですだろう。仕事があるちゃうか。どうする、そうだよ。お互い様だよ。お前ら仕事があるの感謝だろ。俺もお前ら働いてること感謝だろ。いや、なんか伝わってないです。伝えろ。伝えろ。まあ、お前に切れるぞ、じゃあ。どっちがいいんだよ。また炎上してる。痛くないなら別にいいよ。だ給料は絶対つかないで。わかる？わかる？はい。仕入れの仕事ないとき、足場の応援。行かないはいいよ。行かなくてもいいけど、行かなかったら給料ないよ。はい、終わらせた。なんでいいんだろう、お前。さっき話してたさ、見てた。見てた。あ？さっきは、組んでない？組んでなくるが、わし、さ、見てた。わし大丈夫。言ったと俺が言ったからだよ。はい。そうだもん、お前俺に聞きに来たの、組合に大丈夫って言ったんだよ、組合に大丈夫って言ったんじゃない、組合がいいよって言ってない、その前言ったらしい、足場に応援行ってもいいよって多分言ったんだ、あ、お前足場に行ってもいいの、足場行きたくないんだろ、はい、
足場へ行きたくないんだろ。足場は私はあまり仕事がない。私は足場できないが行かなくない。私お金もらってない。大丈夫です。大丈夫か。はい。でも欲しいって言ったんだろ。欲しいってかもらう権利があるって言ったんだろ。会社が仕事がないんだから私たちお金もらわなかんって言ったんだろ。会社の仕事はあるよ。そんな仕入れできたんだから足場なんかやらなくていいだろうって文句言ったんだろ。それを俺それを聞いとるから別に。じゃ金もらうのはいいですって。いいも悪いもないんだ。払わんだろ。そうだろう。あ、甘えるな。お前らの会社じゃねえんだ。まあいいけどか。また炎上するわ。お前は悪いんだ。いや、悪いです。あいつらの使い物にならんだな。まあ、ちゃんとお前。まあまあ、でも、まあ、仕事が甘そうだね。早いな。なんやろ、まあ甘いよ。一生懸命やっとるんだよ。その聞いたら、もういい気しんだろ。そうだね。はい。はい。じゃあ、お疲れさん。うわお疲れ様でした。そうそう、ちょっと今日また見てね。今日じゃあもう一本撮ろうか。もうちょっと熱くなっちゃったんで、はい、またこれ炎上用動画で、はい、はい、視聴者の皆さん、僕の考えは間違ってるんでしょうか。間違ってる。 90% の人は間違ってると思う。だから僕は社長です。わかりましたか。はい炎上あ、本当だはい、まあ、そんな甘いやんねえもん。いや、もう何もでも払えやん。もう払ったりてえよ。こっちだって。金が天から振ってこんだよ。後ろにちょっと変な人いますよ。いや、来るよ。変なことはもう、出会った瞬間、面接の時からして。それ覚悟してやろうと思ったでしょ。今日は、ちょっと久々にね、シールの現場撮って、また見たいと思いますんで、ぜひ皆さん、チャンネル登録いいね、よろしくお願いします。お願いします。せーの。大でう、1月は私ベトナム行かれますわ。あと20万貸していいですか。何11月にベトナム行かれて20万貸していいですか。普通しろよお前。何ですか。20万お前らいくらになってんだ。まあ無作になってんだろ。は11月はベトナム行かれますわ。結婚しますわ。1ヶ月は日本へ来るわ。私はキルあるわ。12月次日本に来た時に給料を返すから20万貸してる。やだ。だからお前貯金しとんだろ。あ、ベトナムなんで多分昨日聞いた。あ、嫁奥さんに。前から聞いとってる。ベトナムの親が新しい家買ったもんで金がないらしい。お金あげたの。無理ですか。無理ですか。しかもダメだろ。じゃ給料分はいいぞ。働いた分だったら出したのそういうこと。違う。要は月末締め、20日締め、25日締め。そう、分かるよ。お金はお前だけじゃない。困ってる。俺も困ってるし、会社やったらまあ何でもかんでも金が湧いてくるわけじゃねえし。今お金がない。お金ないことないわ。1万円30万あるけど、まあみんなそう、何でもお前そのレベルの問題だよ。結婚するのか。おめでとう。ありがとうございます。子供できた。まだです。おー楽しみやな。日本に来るの。はい。あ、奥さん日本来るって。今、日本でいいです。あ、日本の女の子と。あ、そう。あ、日本の女の子と。いや、日本、違う、日本におるベトナム人だろ。そうそう、ベトナム人で、フェイスブックで引っ掛けてご飯食べてエッチしてなの。で、全然やっただろ。やってないの。やってない。やっただろ。今のがいいとこ、名前がない。あ、そういうのかな。エッチはしてないけど、結婚したらやれるな。あ、いや、ここは使わんでいいよ。いや、ここ使ったらいいんですか。使ったらいいんじゃないですか。いや、それ親がやった。この親が怒るから。見ないっすよ。文化の違いして、文化の違いして。